こんにちは、みきみきです。私についてはこちらをご覧ください。みきみきウェブスクールではキャンバ講座や個人レッスンなどスキルアップを応援するための講座をご用意しています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。毎週水曜日と土曜日に動画を配信中です。チャンネル登録してね。チャンネル登録後、ベルマークを押すと新作動画のお知らせが届きます。本日のテーマは、初心者 OK、ユーデミーでウェブデザインを学ぶならこれ。おすすめのオンライン講座5000というテーマでお送りしていきます。本日はウェブデザインを勉強している人に向けて、オンライン学習ユーデミーのおすすめ講座をご紹介していきます。ウェブデザイナーを最短で目指すための勉強法は大きく分けて、1、本、2、スクール、3、オンライン動画、この3つになります。3つの学習法にはそれぞれメリット、デメリットがありますが、学ぶ時間や場所を選ばず、コストを抑えて学ぶことのできるオンライン動画がおすすめです。オンライン動画、学習サービスはいろいろありますが、私のおすすめはユーデミーです。ユーデミーは一つ一つの講座が買い切り型の動画講座になっています。一度講座を購入すると視聴期限なく学習することができるんです。そしてウェブデザインやマーケティング、ビジネス全般など豊富なテーマのコースをその分野のプロからいつでも学ぶことができるんです。ユーデミーはアプリもあるので、移動時間だったり隙間時間にスマホで勉強もできます。パーセント単位で学習経過を知ることができたり、学習スケジュールを立てることができるのも勉強を続けやすいポイントです。受講する中でわからないと思ったことは講師に質問をすることができるので、ハテナをクリアにして次に進むことができます。ちなみに今回の動画はユーデミーとのタイアップ動画になっていますが、私はもともとユーデミーを使用していました。私が最初に勉強したユーデミー講座は、おもかげ TV さんの1日完結プレミアプロの使い方講座でした。ユーデミーでプレミアプロの使い方を勉強して YouTube をスタートしたんです。私自身本当にいろんなユーデミー講座を受講してスキルアップに生かしているので、いろんな動画内でユーデミーいいよっていう風におすすめさせてもらっているので、聞いたことがある方もねいるかもしれません。コメントでユーデミーのおすすめ講座ありますかというふうにいただくこと多いので、今回はユーデミー講座の中からフリーランスウェブデザイナーを目指す人におすすめの講座を厳選して5つご紹介していきます。フリーのウェブデザイナーとして必要な3つのスキル、こちらになります。1つ目、ウェブデザインスキル。2つ目、ウェブマーケティングスキル。3つ目、コンテンツ制作スキル。この3つになります。1つ目がウェブデザイナーとして基本となるウェブデザインスキルです。ウェブデザインスキルの具体的な内容としては、 Photoshop、Illustrator などのデザインツールが使える、 HTML、CSS が使える、 Adobe XD などの UI ツールが使える、 WordPress が使える、こちらの項目が挙げられます。もちろん今挙げたスキルを全てできると仕事の幅っていうのは広がりますが、どれかだけでも大丈夫です。例えば Photoshop や Illustrator のスキルだけでも、ロゴデザインやバナー作成、チラシやパンフレット作成のお仕事を受注することができます。2つ目が Web マーケティングのスキルです。 Web マーケティングは主にマーケティング全般、 SNS、広告運用、メディア運用、 SEO などがあります。ウェブデザインのスキルだけでもお仕事はできますが、ウェブデザインと合わせてウェブマーケティングの知識があると、クライアントのお悩みやセールスのアドバイスをすることができるので、サービスの満足度が上がります。デザインを使って納品をするだけではなく、どうしたらウェブ上で物が売れるのか、どう見せていけばいいのかっていうところをクライアントに合わせて訴求することができると、ウェブデザイナーとしてのお仕事も広がりますし、選ばれるウェブデザイナーになることができます。ウェブデザイン、ウェブマーケティングにプラスして、最近はコンテンツ制作をお仕事としている人が増えたので、他者と差別化をしていくことが必要です。差別化の一つとして SNS やオウンドメディア、ブログを通してコンテンツ、クリエイティブを常に発信していくことが有効です。 SNS やブログなどのクリエイティブを作るのに役立つのがキャンバです。キャンバはウェブデザインの知識なく、簡単におしゃれなデザインを作ることのできるツールです。
キャンバは今爆発的に人気が上がっていて、最近はフォトショップ、イラストレーターと合わせてキャンバでのクリエイティブ作成知識も必要とされてきています。実際ここ数年でキャンバを使った SNS クリエイティブ制作の案件も増えてきています。今回はご紹介した3つのスキルを最短でマスターするためのおすすめユーデミー講座5つをご紹介していきます。1つ目がウェブデザイナーになりたい人のためのウェブデザイン入門講座です。ウェブディレクターストア G ウェブ .com N 中村先生の講座です。こちらの講座の特徴としては、まずそもそもウェブデザイナーってどんなお仕事なのか、何をするの、こういったことを知りたい人におすすめの講座です。ステップ別にウェブデザイナーのお仕事の全体像がわかります。そして講座の中ではアニメーションが使用されているので、わかりやすく飽きずに学ぶことができます。そしてデザインの基礎知識、フォトショップ、XD、ワードプレスの基礎を学ぶことができます。そして2つ目の講座が完全版、知識ゼロから最速で即戦力レベルになるフォトショップマスター講座です。こちらはシュムデザインの新里拓也先生の講座です。ゼロからフォトショップを極めたい人におすすめの講座です。まずですね、新里先生の声が聞き取りやすくてテンポがいいので楽しく学ぶことができます。そして面白いのが、講座には課題があるので実践スキルを身につけることができます。まずは問題に対して自分で考えて作ってみます。そしてその後に回答編の動画があるので、その動画を見ながら答え合わせをすることができます。ただツールの使い方を覚えるだけではなく、実践力を身につけることもできる講座です。そして3つ目が、ゼロからスキルがしっかり身につく Adobe イラストレーターグラフィックデザイン基礎講座です。こちらはマリエ中田先生の講座です。こちらの講座ではイラストレーターでよく使う機能を中心に、アイコン、イラスト、ロゴ、バナー、チラシ制作のスキルが身につきます。実際に覚えたスキルを使ってプラクティスシートっていうのがあります。ツールって覚えただけだとすぐ忘れていってしまうので、その点でもこのプラクティスシートはかなり有効です。そしてマリエ先生、女性の先生なので女性らしいデザインを学ぶことができます。最後にはクライアントさんのヒアリングシートをもとにチラシを作るチャレンジレッスンっていうのもあります。そして4つ目が、キャンバの使い方、デザイン初心者のための画像制作講座です。こちらは横山先生の講座です。講座の特徴としては、キャンバの使い方をゼロからまるっと覚えることができます。そしてオンラインマーケティングに必要な ebook であったり、モックアップ、バナー画像、 YouTube サムネイルなどの作り方がわかります。そして最後が、入門から実践までウェブマーケティングの全体像とデータ活用を短時間で学び、実際に SEO 集客ツールを使ってみよう。こちらは馬丹先生の講座です。アニメーション編と実践編に分かれていて、見やすくて勉強続けやすいのが特徴です。マーケティングの基礎からしっかりと順を追って学ぶことができます。ウェブマーケティングでは必須のデータ分析の考え方についても理解を深めることができます。ウェブデザインスキルを身につけたい人はこちらの3つの講座、ウェブマーケティングを学びたい人はこちらの講座、クリエイターツールキャンバの使い方を覚えたい人はこちらの講座をぜひ見てみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ユーデミーでは8月23日から8月31日まで夏のビッグセールを開催しています。セール期間中は対象の講座が1000円台から購入することができるので、今回おすすめさせていただいた講座や気になる講座があればぜひチェックしてみてください。概要欄に今回ご紹介した5つの講座の URL 貼っておきますので、気になる方はぜひそちらからチェックしてみてください。こちらの動画参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクール入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。